退任のクロップ監督最終節後にまさかのアルネスロット確定演出。試合後に何やら歌い出すクロップ監督、どうやら新監督のちゃんとらしい。アルネスロット、ラララ、これマジでクロップの人の良さ全開で、さらに涙出た。イキアナ最後までかっこいい。マジでクロップにしかできんだろ。でかい男すぎる。完璧なボスだよな。素晴らしいよ、ほんと。ボスへの愛で埋め尽くされたアンフィールドで、ボスは最後に次期監督のアラン・スロットのちゃんと歌ってと自ら歌い始めた。これは勇気を持って引き継いでくれるスロット監督への気遣いと敬意だと思う。クロップ、これをすることで自分へのサポーターの愛情がスロットに継続される流れを作った。クロップ、私の時のように彼を歓迎してほしい。さすがに最高の監督すぎる。クロップ自ら新監督スロットにエールを送るの感動すぎる。こういう場面で次の監督のことも考えられるの、さすが本物のボス。スロットへのクロップなりのアシスト、これワンチャンアーネスト・ホーストの可能性あるやろ。なんかスロット来るのでないでだけど無性に楽しみになってきてしまった。